いや今すんごい匂ってた。もうこれ何スマホでやってるよ。今ツイキャスでやってるよ。もうこれ言ってるし。今あの怪しい人も寄ってますツイキャスで。いやすんごい匂った今これね。皆さんにかね感じないと思うけどすんごい匂った。いじめた。ここは完全に心霊スポットになるね。なるね。まずい。かなりやばいかもね。うん、ちょっと長いすぎたかな。ちょっと怒ってるね。ね。うん、急にだってこの小学生に来たよ。どうしたもんね。どうしたんだったね。言って言ったもん。匂いが焦げたんだよ。あの焦げた匂いだね。いやもうなんていうのあの火事とかであるじゃんあの匂いそのって焦げた。そういうことか。うん僕、ね、深いすぎるなのちょうどあのほらここじゃないって懐中電灯を照らそうとした時に匂った匂った一瞬でね、うん、ほら洗ってる、うん、洗ってるあれ何の光え、なんか今光ったよそこ今すごい光ったよね、うん、光ってただって誰も照らしたらいいんやそこ今そこ好き勝手だよなんか、うん、誰も照らしてないの誰が一番いいかもしれない見えないです見えないね残念ながら今間違えて光ってた光ってた光ってた見たよ俺すごいよね人の匂いで多分ねおそらくそう思うけど誰も照らしてないかお任せでしたねやばいやばいやばい池におったスンってで離れたら匂わなかったね一瞬今匂ってないよねここはねだからちょっとねこの 40キロっていう速度のとこから約10メートル、うん、10メートル先、もう今いるでしょ、もうあの辺りが一番匂ってたもんね今、手としてもちゃんとあそこ光ったもん、うん、光ったね見たよだからこっち側もなんかあるんじゃないかな、こっち側もカラカラ聞こえたでしょ焼けてる光が反射したんじゃないあー人間がすごい匂ってるよ、うんうん、今日ね、トランスすごいね木の玉いたいやすんごい匂って今日一番の収穫じゃない今日収穫すごいねうん甘いよねいやちょっと匂ってるよこれ若干匂ってる匂ってる柵にいる匂ってるよね向かいついた匂うここでもう匂ってるもん僕匂わない分かったうん鼻悪いのかお前このまま下がるで分かる焦げ臭い匂いしないこっちもなんか怪しいんだよ立ってるここふっ俺匂ったけどな今すごいずーっともう多分スポットになっちゃうよいやありがとうございますここはね、去年の…別物だね別物うん、去年の12月24日になんか、なんていうかなあれさっき言ったら焼身自殺して、ここの上からね、焼身まあ多分自分の体に、まあガソリンとか巻いて飛び降りたっていう、ね、効果でなんかなくなってるんですね立ってますこっちは別物じゃないかな、多分ね これはちょっと今怒ってるよやっぱり匂ったもん。うっ、落とした今。今落としたでしょ。柵越えません、越えません、越えません。柵は越えられないけど、入っちゃいけないとこだからね。ただね、こっちの方がやばいと思う。こっちの方が確実に。ああ、やっぱ違うね匂いが。映った映ったいたいたマジこっちいたって赤い顔映った赤いってやばいんだよねうん良くないうんいや危険区域だよこれ寒いや冷えてきた冷えてきた
え、マジ映った見てないけど俺足が痛いぞ、なんか右足が、うん、えあそうなんか何あえ、入ってんじゃない、え今あって女性の声が聞こえてたんだけどやばいあとか言ってたの今いる、もっくんこっちだって、こっちこっち、もっくんもっくんこっちの方が今いるよ、今あ今女性の声であって聞こえたもん、こここの辺であっあっとか言ってた、気をつけろ、うん、ツイキャス見えた、寒いもん、ここ割れてるよ、なんかここやばいね、ここかなりやばいかもしれない、箱根路超えるか、超えちゃうかもしれない、うん、多分ね、これ女性もなくなってる ね昔多分だ、ね、うん、落ちてんだよね、多分ね、別で落ちてるんだね、しかしバストなんかあったでしょうね、あの辺でね、なんかなんかなくなってるかもね、男性は確実になくなってるんだけど、ベッド張らないでしょ、うん、どこかってこっちも張ってるでしょ、まあ確かに寒いんだけど、ここ4度だから、うん、ね、うん、こっちだけなんだ、こっち張ってないの、ネットなんで張ってるの、そうだね、うん、あれそういえばここね、ネット張ってるじゃん、柵あるじゃん、今思ったんだけど、吉部さんがでもこっち柵張ってないんだよ、なんでなんで張ってないの、おかしいよね、うん、分かるの映った、怖いです今日は、ここほら柵張ってるでしょ、なんか灰あるよね、何なんでかってなるの、もっくん多分線路で入るな、線路なのここ、 JR なんだ、あだから柵なんだ、あこれ線路あるんですか、これ御殿場線か、この奥この奥線路、あ線路なんで、だから死んでんじゃない、死んでんだよ多分、線路のとこで跳ねられて多分入って昔ね、うん、うん、こっちないの、高校生聞いてんの、高校生聞いてないの、ここじゃないです、うん、線路でなくなってんの、もちろん最初線路マジ、うん、ここなんて場所っていうか、ちょっとわかん、場所はわかんないんで、なんて名前なの、ここ場所なんだろう、まあ、透明したゲート、透明した送信寺です、場所は深沢です、深沢、深沢、場所は深沢なんだって、深沢ってことだって、まあ謎のとこでね、いる、それだってまさかね、あそこの踏切のあれなんか赤いな、でも今ね、あーって聞こえたよ、あーって聞こえたよ、俺やべ、女性の声で、あードルちゃん、喘ぎ声が聞こえるとかちょっと、いや俺聞こえた、いや聞こえたもん、本当にあって声って、あのちっちゃい声で、あとさっき絶対それ光ったからね、光ったなんか、うん、なんか、うん、俺でうちの中で目で見たよね、うん、見えてるとまるで懐中電灯なんか光るのにね、うん、ちっちゃな光った、うん、いる、もしかしたらオットコールって言われた、いやちょっと、おごめんなさい、危ねえ落ちそうになった、ちょっと動揺してる俺、ごめんなさい、ちょっと動揺してる、結構動揺してるぞ俺、やばいぞ、ごめんなさい、臭い、やばいな、ちょっと吉瀬さんなんで俺は足の感じで目立って、ごめんなさい、大丈夫、もう大丈夫、ちょっとやばいかも、ここに匂いますよ、匂うね、こっち違うもんね、うん、匂いが、でもどっちかというとなんかね、右の方がなんか嫌だ、なんか嫌だね、右の方がなんか、こっちの方がなんかかなり凶暴っぽい、うん、こっちは焦げ臭いから焼けたって感じだけど、こっちは違うなんか、あれが見えない、あっ、こっちだった、雪あるある、今までで一番怖くはないけどね、今までで一番怖くはないけど、看板の網でさっき今立ってた、怖くはないんだけど、なんかちょっとこう言っちゃった、一番怖いのは僕はこの世なんだけどね、なんかが起きそうな感じにするね、するね、なんかね、なんか待ってたら出てくるんじゃないか、なんか出てくると思うんだ
場所はちょっとね、なんだっけ、もう水産の近く、その山の近く、ガリタ食堂とか、まあ静岡県ですよね。ホース行っていいじゃないですかね。足柄サービスエリアそば、不気味だよね。でもここ、これなんですよ。持ってるんじゃないですか、今日配信長いよ、今日だけだったらね。ねえ、もう1時ですよ。会社は2時ですよ。セッティングできないよ。セッティング今日できないな。あ、これだけやってもらおうかな、ジェス。このバッテリーだけでもね。これは別に変えなくてもいいし。いや、両方行くんじゃない。あ、やっぱりやっちゃいます。人立ってた？なんかさ、さっきから言うんだよね、みんな人立ってるって。上はね、あの透明のね、あれだと思う。透明の下、高架橋。うん、高架橋。で、その奥が JR のこと。これは JR だって。うん、御殿場線。あ、線路だね。奥にあるんだ。あんだって。見えないことある。これ見よう。下に見ようね。音何？わかんない。電車はまあ走ってないと思うけどね、1時から。ちょっとね、やばいよ。寒いけど、なんか。寒いけど。なんか出そうだよ。うん。でも向こうからどこに行くんだよ、ああ、ちょっと行ってみますね。ただ車は1台しか通ってないけどね。今来ない。今来ない。この辺でしょ？あ、これ線路なんだ。これ線路じゃん。ここ通るんだ、電車が。だから危ないから、入れる。だからか。だからなんだ、これ線路なんだ。ほら、見てよ、ほら。ほら、監督らがあるじゃん。これ線路なんだ、横が。入って死んでんのかもね。まあ、入って死んでんのかもしれない。いわゆる、こう、線路の中なんですね、ほら。全然わかんなかった。全然わかんなかった。なんかあんなと思った、ほら。線路なんだ。でも電車通ってないよ今はね。うん、だから電車通るんだもんね。早い時間、早い時間。そう、あ、それはね、上の透明の車通った時のことだね。川ある？これなんかす川なんだ。川なんだ。下どうなんだよ。これじゃ死ねないな。うん、これじゃ死ねないね。すごいっすね。こんな全然写真撮ってないけどね。なんか降る、ちゃんと落ちないんだよね。あ、ピンボキ、すごいピンボキだ。撮ってる。うん、もく映る。あ、でも同じ反射してるから多分見えてない。どうする？水気やばい。うん。あ、大丈夫。うん。多分ね。あ、酒臭い。ん？酒臭い。アルコールみたいな。あ、それはちょっとわかんないけど、なんか、飛び降りてんだね、ここね。飛び込みしてるね、これね、ここね。うん、すごいよね。多分飛び込みしてるよ、ほら。ほら、あそこ。脇から入るんだ。脇から入って、そのまま死んでるんだね、飛び込んで。どうしたら。線路があるから。ああ、なんかするね。なんかするね。うん。これだから、ほら、空いてるじゃん、なんか。入ろうとした人いるんじゃない。あ、すごい臭いでしょ。すごい臭い。油みたいな匂い。うん。あ、ね、なにこれ、シンナーみたいな。シンナーだこれ。うん、すごい匂ってる、シンナー。うわ、すごい匂ってる。やばいよこれ。僕匂わない？僕匂わない？シンナーみたいな。すごいよ。聞いてないし。すごい臭いよね、今ね。びっくりした、これさっきアルコールみたいな匂って。キャバ君も気になる？うん。いや、シンナーだ。ね。うん、シンナーの匂いした今は。
この絵すごい。死んだらね。すごい臭かった今。今臭かった。すごい匂った今。これ分かる？この辺り。もうちょっと危ないな。ちょっと引き上げようか。もっとそろそろちょっと引き上げるぞ。引き上げよう。こんだけ匂いとか出ちゃうとまずいよ。まずいね。あ、ここもうすごいよ。今匂いでしょ。匂ってる。俺のこのか。違うよ。排気ガスの匂いじゃない。排気ガスよこれ。だったらもっと匂いじゃないですか。違う違う。でも匂いますよ。これとまた違う。違う。つまんだらどうしたっけ。あ、そうだね。ってことでね、このまあいわゆる焼身自殺の場所ですね。こんな雰囲気のところでした。楽しみましたか皆さん。ね。うん。こういった。お疲れ様でした。